ハローエブリバディ。世界で唯一のラブホテル評論家、日向琴子です。漫画家でもある私は、日本の文化、ラブホテルのことが大好き。この番組は、そんな私が今大注目のホテルを紹介する、ラブホテル情報番組。ラブホテル評論家、日向琴子の、ハロー、ラブホテル TV。今回は、茅ヶ崎にある、湘南ベイホテルを紹介します。ハローラブホテル TV。 こんにちは、ラブホテル評論家の日向琴子です。今回は湘南にあるとっても素敵なホテルにやってきました。評論家一押しの、本当は内緒にしておきたいとっても素敵なホテルです。宿泊が13時、17時、21時と選べて、海の香りとそして空と露天風呂が楽しめるすごく素敵なホテルなんです。湘南ベイホテルの広いロビーにはお菓子やカップ麺、着替えなどが売られていて、ちょっとしたコンビニみたいになっています。無料レンタルできるシャンプーバーもあり、入浴剤バイキングは1組2個まで OK。 ディスプレイに使用している貝殻やガラスは近くの海でスタッフさんが拾ってきたもの。手作り感あふれる可愛いロビーです。そして種類豊富な自動販売機は、夏の間は冷たいドリンク、冬の間はあったかいドリンクになるそうです。フロント前にはメンバー登録の用紙記入ができる机もあります。ホテルを利用するには、まずこのパネルでお部屋を選びます。休憩利用は後精算、宿泊利用は前精算。メンバーズカードの有無を選んで、使いたいお部屋のボタンを押したら、フロントで鍵をもらってお部屋に向かうのですが、なんとこちらのホテル、レンタサイクルがあるんです。朝の9時から夜の10時まで利用できて、24時間外出 OK。 フロントでまずは用紙に日付や名前などを記入したら、スタッフさんが使い方を説明してくれて、ブレーキやベルの調子、ハンドルの状態などをチェックして、安全確認が取れたら鍵をもらえます。レンタサイクル利用申込書には、何かあった時のために連絡先が書いてあるので安心。あとはお出かけするだけ。歩いて3分ぐらいのところにビーチがあるし、辻堂駅にはテラスモールもあって、そこまでの道も坂道はなく平坦なので、ちょっと遠出しても楽しめます。江ノ島まで20分から30分とのことなので、サイクリングデートも素敵です。24時間外出 OK だから、早朝などは歩いてきても気持ちいいと思います。朝日や夕日などはとにかく絶景。プロのカメラマンも撮影に来るという有名なビーチです。ちなみに朝の6時半くらいだと、近所の人が太極拳をしていますよ。それでは早速407号室から紹介したいと思います。こんなレトロな可愛い鍵で開けます。どんなお部屋なんでしょうか。じゃーん、こんな感じのお部屋です。407号室は丸いラグと天井の赤がリンクしている、まるでイタリアンレストランみたいなポップで可愛らしいお部屋。テレビも見やすい位置にあり、ソファーも座り心地がいいです。電子レンジやポット、お茶セットなどもあり、冷蔵庫の中にはミネラルウォーターが2本サービスで入っています。お部屋はとても広くて、旅行の荷物なども余裕で広げられます。ドレッサーも広くて、身支度もゆっくり座ってできます。そしてリビングと仕切られているこちらにはベッドルーム。寝心地の良いベッドはシーツもサラサラ。そしてもう一つこのお部屋スペシャルなことがあるんです。それがこちらです。じゃん、露天風呂。和露天があるんです。407号室の客室には大きなヒノキの露天風呂があります。ベッドからすぐに露天風呂があるというちょっと変わった作りで、開放感は抜群。4階の露天風呂は海の風を浴び、空も見え開放的。騒音なども少なく落ち着いて過ごせます。天気が良い夜、星空を眺めながらの入浴は最高にくつろげます。湘南ベイホテルは全34部屋のうち12部屋が露天風呂付き。これで平日夜9時チェックインなら、翌朝11時までいられて9800円、2人で割れば1人当たり4900円。めちゃくちゃお得です。そしてアメニティはこんな感じ。複
袋に入っているのでお出かけに便利。必要なものは一通り揃ってますよ。そしてこちら407号室には本格的なサウナと広い内風呂、浴室テレビもあります。それでは次のお部屋411号室に入りたいと思います。411号室は宮殿を思わせる柱とピンクの壁が印象的なお部屋。とにかく広くて可愛いプレートもあります。ベッドもふかふかしていて寝心地も良く、テレビも見やすい位置にあります。クローゼットや電子レンジ、ポット、お茶セットにミネラルウォーターなどもあります。そしてこちらのお部屋にもあります、石造りの露天風呂。とてもゆったりしている露天風呂は夜になると虫の鳴き声も聞こえてきて風情たっぷり。海の香りと風を全身で浴びて空を眺めながら浸かる露天風呂は贅沢なひととき。そして広いリビングの奥には使いやすい大きな洗面台があり、内風呂はブラックライトになっています。まるで海の中にいるかのような幻想的なバスタイムが楽しめますよ。そしてこちらのホテル、こんなインフォメーションがあるんですが、なんとお掃除がレイコップを使っております。シーツとかね、こんな感じでレイコップでお掃除してるので、ほこりやダニも取ってくれて、天日干しでお布団とか超ふかふかしてます。だから安心清潔ということですね。そして宿泊の場合朝マック選べます。9時までにチェックインしたお客様だけなんですが、こんな感じで朝食宿泊すると朝マックいただけます。そしてこちらのホテル、なんと予約ができるんです。ハッピーホテルのアプリを立ち上げてホテルを検索します。フリーワードで湘南ベイホテルと入れたら簡単にホテルが出てくるので、ここから予約ができるんです。というわけで予約ができるので旅行にもおすすめ。予定を立てやすいから、チェックインとチェックアウトの時間が決まったら目いっぱい楽しめます。周辺には観光スポットもたくさんあるので、昼間デートして夕方からホテルに来るもよし、昼間から翌日お昼までホテルでまったりして翌日湘南で遊ぶもよし、海が近くてレンタサイクルもあるからいろいろ楽しめますよ。極上の露天風呂もぜひ楽しんでみてくださいね。それでは以上、湘南ベイホテルでした。次回またお会いしましょう。バイバイ。MMC TV Entertainment.